どうもシャールルです。はい、 J2 リーグ第22節、ラスパクサス群馬対清水エスパルス戦の、試合のレビューっぽいやつやっていきたいと思います。お願いします。はい、後半戦が始まりましたね。ついこの前開幕したなと思ったらもう折り返しててって感じで、もう早いもんで言葉が出てこないですけど、清水からすると21節がまだやれてないので、実質これで前半が終わりみたいな感じなのかな。うん、清水とか岩田とか言うとね。はい、まあ大半のチームはもう後半戦から後半戦の試合日程みたいな感じになっているということで、はい、まあそんな感じでレビューっぽいやつやっていきたいと思います。お願いします。はい、まあお互いのスタメン、サブですね。まあ、清水は、今日から5連戦、今日からじゃないな、今回から5連戦が始まるということで、ちょっといじってきたかなって感じです。はい。犬が出てこないかなと思ったら出てきて、個人としては厄介だなと思ったんですけど、まあ、ぶっちゃけで言うならそんな脅威にはなってなかったんで、助かりましたね、正直。まあ、うまかったうまかった部分はありますけど、多分期待値が高すぎたかな、個人的にはって感じで。はい、まあそれでイエローも出て次節出場って死んでるところで、まあちょっと残念なところもあるんじゃないかなって感じで。はい、またこっちは特に大きな変わりはないけど、サブに、リオが入ってこれないからユリアとエドちゃんが入ってきたってところですね。はい、はい、まあそんな感じの試合の、結果1対1、こっちが前半10分に佐藤亮のなんか無理やり上げたクロスからっていうかスローインからかな、スローインからで流し寄り渡してすぐ、まあ、佐藤が走っていって、それでちょっと無理やり気味に上げたクロスに北川がうまく反応して後ろから出てきてシュートを決めたってところで、それでも前半26ぐらいに、清水の方の北川もはい、まあ、負けじとって感じで、天笠の多分クリア、多分相手に当ててクリアしようかなと思ったところが相手に当たんなくて中央に入ってきちゃって相手に拾われたってところで、はい、まあ日本人のシュートじゃないしなあれまあフリーといえどかなりうまかったシュート、力強さあったシュートなんじゃないかなと思います。はい、まあ、ゴール期待とか見ても、パス数もさっきちょっと言うの忘れたけど、600何本とか500何本、何本とかだったと思うので、まあ、清水がやっぱりリードしながらも、うちも攻める、攻めてはあったかなって感じはするので、まあ、見てて悪いゲームではなかったんじゃないかなって、まあ、前半戦は本当に清水の一方的な中でこっちが3対1で勝ったって感じでしたけど、まあ、その中で勝ててよかったかなって感じはします。はい。うん、あ、前半戦の話ね。はい、まあでも後半戦は本当に後半戦の方がこっちの方が攻めるチャンスがあったかなって感じです。はい、まあ、清水の方が大半っていうのは事実ですけど、まあその中でこっちも攻めてちゃんと攻撃の形はできていったかなって感じはします。はい、そうですね。はい、まあオール期待って前半は本当に静か静かですね。これ見ると後半戦からちょっと盛り上がってるような感じで、うん、まあ、その中で、選手ごとの気になるデータってこと、ところで。まあ、まずはクッシーからいきますか。シュートセーブ8、ありがとうございます。一番最初触れなかったけど、クッシービキ様ってところで。はい。まあ、ビッグセーブ連発でしたね。まあ、悪いのかいいのかわかんないけどね。25本。うん。20本以上打たれて失点1っていうのは、悪くはないんでしょうけど、いやー悪いよな、まあ、失点1で抑えてるのはいいんだけど、やっぱ20本打たれてる方にはちょっと問題があるかなって気がするので、まあそこはちゃんとなんか改善できるようならしてほしいところかなって感じです。まあそんな決定的なチャンスがあったかってやると多分ないので、そんな大チャンスってほどが清水になったとはそんな思えないので、まあ、もうちょっと冷静になれば決めコントロールとかうまくコース狙えたシュートは何本かあったと思いますけど、はい、かなはい、まあそれでもクッシーは本当に最後のとか特にねよく守ってくれたなって感じで、まあ、クッシーだけじゃなくて畑さん、佐賀さん、まあ、ディフェンダー中心によく守ってくれたなって感じはします本当に。はい、続いて本カズのヒートマップ、はい、まあ、おかずっていうか前が変わったんだよね。
前が佐藤から山中になったところで動きやすさがちょっと違うのかなって感じです。前の方にヒートマップはなくなりましたけど、その分中央にちょっと広がった部分があるので、まあそういうのも一つの手として悪くないんじゃないかなって気はします。はい、まあ今後どうなるかな、サイドが、エトちゃんも出てきたところで、あとリオもサイドなんかな、あの人北側もやっぱりトップの方がいいなと思ったんだよなまあその辺がちょっとどう出るかっていうところはありますけど、はい、まあ今後に期待ですね、どんなおかずが生まれるのかって感じで、はい、まあ総括ってところで、面白いゲームだった分審判が少し残念に思えたって感じです。まあ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 、これはそんな深くは触れないけど、あんまいいとは言いづらい審判だったかなって感じです。ゲームのコントロールできてたとは思えませんでした。それだけで言っときます。はい、まあ一進一退とは言いませんけど、ダスマの方が攻撃の形は狙いを持ってやれてたと思います。はい、まあそれに加えて観客がいつもより良かったので、勝って後半に戦にいい弾みをつけたいゲームだったかなって気はします。まあこれに関して言うと、まあ俺もなんですけど、メインとか特に、座って普段が客少ないから、荷物とか結構隣の人に置きがちなんですけど、やめようみんな結構メインとかだと特にね、置いてると、あの結構普段空いてるから、来ないだろうっていう考え方で荷物を置いたりする人よく見るんですけど、まあそれで今回立ち見の人とかも結構いたので、まあその辺はちょっと考えた方がいいかなって、これ自分も反省しながら思いました。はい、まあともかく勝って後半にいい弾みをつけたかったっていうのは本当に事実です。はい、まあそれでも初めて来た人には楽しめたゲームなんじゃないかなって感じです。はい、まあ連敗しないのも事実ですけど、勝ててないのも事実なので、まあ積み重ねにはまあベルディ清水っていうので、まあ決して悪いゲームではなかったので、まあ少しでも早い脱出をできることを毎度のことですけど祈っていますって感じで、まあできることはこちらもやっていこうかなって感じです。はい、まあそんな感じかな、清水は。とりあえず夏の補強される前に当たれてよかったよねってところは個人的にあります。はい、清水なんかやっぱり補強とかするとまた強くなっちゃうので、まあどこのポジションが悪いとか分かんないですけど、まあ補強される前にやれたのは良かったなと思います。本当にそういうお金を持ってるチームとかね、そういう補強していきそうなチームとできたのは良かったと思います。はい、まあそんな感じで、まあプレーオフとまた差が離れちゃいますけど、まあ次は、しっかりと白星取れるように自分もできることをやっていきたいと思います。はい、はい、ってことでオツライス、よかったらチャンネル登録高評価お願いします。資格の勉強頑張ります。キャノン。